今日の日付は3月18日、2018年です。ライトボディアクティベーション84日目のライブ録音です。まず、呼吸ですが、いつものように長く、深く、ゆっくりと、可能な限り、深く、内側から外側に360度風船が膨らむように、特に背面ですね、ハートの背面、背中、背骨全体、胴体、もう背中側全体が中から外によりこう押し出すような感じで、を意識して呼吸を続けてください。で、この時に、呼吸をする時に、ハートビートですね、心拍っていうんですかね、ドックンドックンという感じが、感じられる方は、そこに意識を合わせても構いません。で、このハートビートですね、鼓動ウェーブは、心臓のところだけではなく、いろんなところで出現し得ます。で、鼓動ビートですね、鼓動ウェーブのところを意識で追っていくと、その意識が当たる部位ですね。だから鼓動ウェーブが現れる部位により、聞きやすくなります。そこへ移動。で、姿勢、ポスチャーですが、両膝と尾骨をつなげた底辺三角形の中心から見えない光の柱を垂直に上向きに立ててください。で、その柱に自分の額が重なるぐらい、入るぐらい、やや前向きにボディを倒すと、5ドル6、5度とか4度かと5度とかそういうぐらいだと思いますが、で、その時に、その前倒しに、やや若干前倒しにした時に、ボディ全体のエネルギーがぐーっと強くなる箇所、部位が、位置があるはずです。そこを探して、その位置にステイしてください。で、背骨は伸びてる状態で、肩は、の力も落とし、全体的に力がほどけて、伸びて脱力してる状態。で、顎は上向き、頭がやや上に引っ張られて、背筋全体が伸びて上に上がってる状態ですね。で、同時に脱力してほどけている状態をもうずっと保ってください。形を崩さない。で、反応が現れますが、体が縮まる系の反応、痛いとかだるいとか縮むとか筋肉痛的なとか、場合によっては神経痛的な、ここしばらく筋肉系、筋系、神経系のものがより、以前よりもより強くなっているので、関節周辺とかで反応が現れやすくなっていますが、反応が起きたら、とにかく脱力する。で、そこと同化しない、合体せずに、認識したら他の気持ちのいい感覚、もしくは、クリアリングとか、暖かいとか、暑いとか、軽いとか、そういうところに意識を動かしてください。反応が起きてるところに入り込まず、そこを吟味する必要はないです。変わっていくので。で、そこを探ってもさほどの意味はないので、もう認識したら、はい、起きてますね、反応してますね、ラッキー、ちゃちゃちゃと、そこで反応が起きてるってことは、そこでエネルギー的に波動的に仕事が起き始めているってことなので、
まあ、そこは任せてしまう。手放す。もう執着しないと。で、合体しちゃう、入っちゃう、感じ切っちゃう、イコール執着してるってことですね。なので、手放しちゃう、任せちゃう。で、ほどく、緩む、伸びる、軽くなる、薄くなると、意識、意図的にいいテンションを与えてください。で、ポジティブ系の反応ですよね。は、そこに入って吟味するというか、もう味わっちゃう、もうそこに浸っちゃう、同化しちゃって構いません。で、感情的な反応も考え、思考回路の反応も全く同じです。反応が起きたときに、それがネガティブ系っていうか、ぐるぐる系だったり、痛いとか、感情的には考えとかに関係しますから、例えば、悲しいとか、苦しいとか、恨みとか、つらみとか、いろいろありますが、上がってきたら、もう、徹底的にスルーしてください。無視、そこにと合体しない、そこと同化しない、それを考え続けない、味わい続けないと。で、認識、意識が起き始めたら、とにかくもう意識を別の何かに移してください。呼吸でも、鼓動ウェーブでも、気持ちのいいクリアリングの感覚でも、温かいエネルギーが出てくる感覚でも何でも構いません。とにかく、引き戻すものからどんどん離れちゃう、手放しちゃう、スルーさせちゃうと、まあ、意図的に、はい、私はこれはもう卒業します、手放しますというテンション、もしくは意思表明をしても構わないと思います。で、思考回路ですね。これが多分最もチャレンジだと思います。多くの方はネガティブ思考に入っていることに気がつかない場合が多いので、でもしそれをドライブされ始めちゃったら、なかなかこうギアを変えにくいかもしれませんが、まず気づくことです。自分の頭が何を考え始めているのか、これも思考回路が動いて、ドライブしてるっていうか、その考えの道筋にエネルギーがダーッと走っているだけなので、そこに意識が合体してしまうとより強くなっちゃいます。なので、離れる。ポイント1は、自分の思考の動き方に気づくこと。で、気づいて認識したら、離れる。意識を別のものに移す。で、ヒーリングですが、もうすでに始まっていますね。胴体の周辺、下腹の脇側ですね。おへその両脇側、外側とかでクリアリングの反応が強く出てくると思います。で、呼吸を思い出す。ハートの背面でも反応が出てくると思います。で、胴体全体、上の方でもクリアリングの感覚が出てきていますが、どちらにしても変わっていくので、で、よりクリアリングの感覚が強いところは、それだけ処理されているということなので、後に追いかけで、ゆっくりとあったかい感じが出てくると思います。人によってはちょっとかゆい、アレルギー反応が出るかもしれませんね、これね、お腹の周辺で。で、とにかく、呼吸を深く吐くときに脱力する。力を抜く。で、この時に形が崩れない。の背骨は伸びたまま、肩は脱力される。筋肉的には、こう緊張して縮まってる状態を緩む、ほどける、軽くなる。
頭の上、上部ですね、てっぺんの方で軽いこう圧迫感とか出てくるかもしれないです。はい、メンタルエクササイズですね。頭の上5メートル、6メートルか、ちょっと上空のところに、大天使、アーキエンジェル、マイケル様のイメージ、光のイメージ、もう人間のイメージとかしなくていいです。漠然とそこに光のこうドームっていうか、ドームですね。ドーム状の光ってるとこがありますか。そこがホワイトゴールド、ちょっと気持ち金色入ってるかなぐらいで、ゆっくり眩しく強く光り始めます。で、そのドームの上の方ですね、全体ではなくて上の方、3分の1ぐらいの領域がゆっくり強く光って密度が上がっていきます。おててマークは出ていませんが、右手のどっちでもいい感じですね。やってもやらなくてもいいって感じですが、一応言っちゃいます。右手です。左手は出てません。左手は下に落とした状態で構わないと思います。右手は、握り拳を作り、親指と人差し指で輪っかを作り、手首を右の骨盤の盛り上がっているところに置いても構いませんが、絶対ではないようですね。で、呼吸を思い出す。人によってはホットフラッシュ的な、あとは暑い、寒いが同時にダーッと上がってきて、ダーッと降りていく感じが定期的に現れるかもしれませんね。で、下半身、お腹の下の方ですね、クリアリングが、のクールな感じがより出てくると思います。あと骨盤、特に股関節前側でも起き始めると思います。で、尾骨の上部と仙骨の下部のつなぎ目のところですね。のところで少しゆっくりこう違和感が出てくるかもしれないです。はい、メンタルエクササイズですね。頭の上の、アーキエンジェル、マイケルの光のドームの3分の1のところをなんとなく意識してください。そこから右手が現れます。その右手に、大天使マイケル様の光の剣ですね。これはもう前にも登場していますが、右手に、剣を下向きですね。尖ってるのが下向きで出てきますと。で、しばらくその剣が光ってると、光がどんどん放出されるのをイメージし続けてください。で、その剣が彼の右手、彼っていうのも変ですけど、男の人のように見えますが、とにかく右手が開かれ、剣が浮かびますと、ちょうど自分の頭の上の方ですね、彼のドームのところの、の頭の上ですね。ドームのところにこう浮かんでいますと。で、そのまましばらくその光の剣が全体的に光っている
感じ、なんか放出してる感じをイメージし続けてください。人によっては部分的にリアルにこう、映像化というか視覚化できるかもしれませんね。上の方がこうぼやけてて、下の方は結構はっきり見れるかもしれませんね。で、とにかく、それがゆっくりと、じわ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 と、こう下の方に降りてきますと。で、全体的に、まあ、剣のオーラ的な360度、剣の光の波動がどんどん放たれてます。的な、漠然としてで構わないと思います。もう自動的にやってくれるはずなので、まあ、漠然としてそんな感じのイメージで構わないと思います。はい、ゆっくりゆっくり降りてきますと、じわ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 降りてきますと、で、ですね、頭の後ろ側、背面ですね、真上ではなくて、背面、後頭部から30センチぐらい後ろな感じに、まあ、降りてきますと。で、横の、剣の横の、なんていうんですかね、あれね、握り手のと下にとこの横の、横についてもらえる。何かついてますよね。横のそのところが、あのてっぺんぐらいな感じ。で、しばらくその状態で、剣の光のオーラというエネルギーが、少しずつ背面から入って、自分の、まあ、エネルギー体、肉体、まあ、皮膚、細胞、筋肉、数値、臓器、まあ、内側に向けてゆっくりゆっくりとこう浸透してきます。腕ですね。肘の周辺とかでのクリアリングの反応が起きるかもしれないです。で、背骨の上部、胸椎上部とかの状態、あとは鎖骨の横並びの感じ、頭蓋の接続点ですね、頸椎上部と頭蓋の下部のつながっているところで反応が起き始めるかもしれないです。また上半身の温かさがこうより強く熱い熱を放出するような感じに変わっていくかもしれないです。で、とにかく緩む、ほどける、脱力する、緊張感が弱くなり、ほどけて、流れて、動いて、軽くなり、肩関節の周辺でもクリアリングの感覚が強く、いくと思います。人によってはハートのところでこう何かポンと切れる感じが出てくるかもしれませんね。
ちょうど、剣の先端がハートの背面のところにちょうど来るぐらいの位置感覚っていうのかな。漠然としてて構いません。契約のことを解除してくださいと言ってますが、契約、コントラクトですね。無意識的であれ、意識的であれ、過去性的であれ、人によっては漠然としてるかもしれませんが、これが欲しいために私はこれを差し出します的な、交換条件ですね。契約時。はい。で、なんとなく、直感的に上がってくるもの、自分の中で、契約、もしくは、コントラクト、あとは、犠牲ですよね。なんていうの？差し替えるっていうか、欲しいもののために何かを差し出す、犠牲にする的な。で、これ自分で聞いてみてください。思うで上がってくるもの、漠然としてるかもしれません。が人によっては。で、それを、これ、もう契約破棄です。手放すと。で、それが切れる。エクスパイアされるというか、制限というか、期限切れになっちゃいます。的に手放す。それを了承してください。そこ何かとつながり続けるために自分が犠牲になるなり小さくなるなり、そう、誰かに支配されるなり影響を受けるなりって、そういう類のものですね。で、それを、手放します。人によってちょっとブレる、ぐるぐわんと動くようなんていう揺れる感じがするかもしれませんが、これは、強制ではないので、持っていたい方は持っていてもいいとかも思います。で、いらない人、もう散々、もういいです、いらない人は手放して多いと思いますが、いらないもの、いらない、もうソウルコントラクトでも構いません。魂レベルでの契約も、もういらない方というか、破棄したい方は破棄してください。で、背面後ろ30センチのところですね。のところにある、大天使ミカエルさんの光の波動でできた光の剣がゆっくりと自分の縦の中心ですね。のところにゆっくりゆっくりゆっくり入ってきますと。で、握り手の横のところが鎖骨のところ、上の握るグリップのところは首のところ、で、その下が背骨ですね。ゆっくりゆっくりゆっくり動かしますと。もう先に別のバージョンが入ってきているので、こっちの方がより立体的な感じ。先に入ってきたのが持っている握り的な感じでしたけど、こっちの方がより具体的な感じっていうんですか。で、自分の縦のところにきれいに並ぶように収まる感じ。人によってはドキドキ感出てくるかもしれませんね。で、
腰椎の上部ですね。腰の上の方で冷たいクリアリングの感覚が強く出てくるかもしれないです。で、胸椎上部、頸椎下部の十字のところですね。十字のところをより脱力する。ほどける。伸びる。で、腰の背面ですね、よりクリアリングの感覚が出てくるかもしれないです。で、左首筋、上も下も可能な限り緩める、脱力する。左の膝で反応が起きるかもしれません。右も起きてますね。内側、これも人によるかもしれません。あとは手首の周辺でも反応が始まるかもしれません。これも、肩甲骨のところですね。右と左とありますが、で、そのところから光の束が外に、内側から外に向けて、ゆっくりゆっくりゆっくりこう、生えてきます、的な。伸び始ます、的な。まあ、炎のようにという、まあ言っても、最初はなんとなくこう、うどんのような、太いうどんのような、かなり太い、なんかこう、アザニアの束のようなみたいな。とにかくそこから光の、ロープっていうのも変ですよね。束みたいなものが出てきますと。で、イメージ的にはそれが、こう、光の、まあ、翼的な、似てますけど、完全にそんな感じじゃないですけど、なんか内側から外側に、こう、羽のように、ゆっくりゆっくりゆっくり、こう、出てきます、的な。なんとなく、まあ、これも自動操縦で、もう自動的に成長してくださいと、自動的に形になってくださいと。で、下半身ですね、小腸全域でクリアリングの感覚がより強く出てくると思います。また上半身は、まあ、よりこう熱を作ってる状態、エネルギーが出てる状態に変わっていくと思います。あとは足首の周辺、くるぶしの周辺ですね。でのクリアリングの感覚が、内股とかでも、足でも、膝から下的には、すねのところで、こう、違和感、もしくはだるい感じ、もしくは、なんていうか、こう、ちょっとこう、キューッと締まってる感じとか出てくるかもしれません。お手手マーク出てますよね。まあ、脱力して下に落としてる状態で構わないと思います。
で、呼吸を続けてください。で、体の縦の軸、柱ですね。エネルギーの柱と横の柱、鎖骨の横並びのところですね。より意識をして、内側から外側にゆっくりまとまります。で、その周辺がより整います。整列します。縦に十字型に光ってる感じ。こうじわ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 、こう、密度の高い状態で光ってる感じですね。軽く光ってるとか、さーっとか光ってる感じじゃなくて、じりじり光ってる感じ。で、より全体的に脱力してください。で、肩が前にならない、後ろにちょっと引っ張られてるぐらいな感じでちょうどいいと思います。肩を落として、より後ろ側にキュッと引っ張る、鳩胸状態ですね、を作ってください。で、その時に額が下がらない、顎が引かない、顎は上向きに、額は上を向いてるっていうか、で、ハートの前に先日登場した三角形2つ、上下逆さまになった六芒星ですね、の光のそのライン、まずは枠をイメージして、枠を光らせてくださると。で、飛び出ている三角形の6つの三角形ですね。小さい六角、六角の2、さ、上向き三角形と下向き三角形を重ねたときに、6つの飛び出てる三角形ができます。この6つを光らせて、6つの三角形をまず光らせてください。で、中の六角形のところを光らせなくていいです。で、とにかく先に6つが光ります。で、六角形の中は先日と同じ宇宙空間なんです。これは人によって違うかもしれません。紫だったり青だったり、NASA 的な黒い宇宙だったり、いろいろあるかもしれませんが、これもあんま考えない方がいい。自分でなんとなくその六角形のウィンドウ、ドア、ウィンドウですね。ウィンドウの中の宇宙空間はもう自動的に自分で設定してください。こうやって、これはテイストみたいな感じですね。テイストみたいな感じになって、特別に指示は来ていません。その中は別の、そこの、その、ウィンドウの向こう側は、別次元みたいな感じですね。
人によってはドキドキ感出てくるかもしれませんね。で、その6個の三角形の光ってるところが、こう360度、こうゆっくりゆっくり広がりながら、全体的にこう放出され続ける。エミッションされ続ける的な。人によっては、この、ロック防制っていうか、その形ですね。平面から立体的にこう出てくる感じがするかもしれないです。もう適当に流れるように、自分で作らない。頭の中で想像しない。もう勝手に動いっていうか変わっていくのをそのまま眺め続けてください。自分の意志の力で何かを作る必要はないです。自動的に変わる、流れる、変化する感じをただ眺め続けてください。で、より上半身の、ね、エネルギー量が高くなっていくかと思います。こう中からぐーっとって、なんていうんですかね、こう、分厚くなる感じ的な、立体的になる、それまでの薄さよりもよりこう濃くなる感じ的な。横隔膜の周辺でもエネルギー的な反応が強くなるかもしれないです。クリアリングの気持ちいい感覚とこう熱い、もしくはエネルギー的にガーッと、ね、ヒートする感覚が同時に出てくるかもしれません。まだしばらくその状態で。で、その六角形の三角、六角形の外側に三角、六個の三角形があり、その外側にこう、マンダラ的にっていうか、カレイドスコープ的に何かこう、パターンが出てくる感じですね。これはもう表現できないので、色がピンクに、全体的にパターンがもうこう説明できない、企画的な方、本当に万華鏡的にガーッとパターンが出てくるような、これもあまりそう、もう適当に、漠然するで構わないと思います。自動操縦で勝手にやってください、的に任せてください。ですね、下腹の縦のやや左側気持ち、左半分3分の1手前ぐらいのところで、反応が起きるかもしれないです。これは多分、胃ですね、胃の経絡だと思います。人によってはこう奥側でぐーっとこう、縦にこう何かで浮き出てくるような感じが入るかもしれない。でも反応が起きるところはよりほどける。緩む。薄くなる。軽くなる。自動的にもヒーリングされるなり、クリアリングされるなり、もう手放しちゃう、任せちゃう。
左の足の側面っていうんですかね、親指のちょっと手前側の側面側って反応が出てくるかもしれません。また親指のからこう足首膝にこう縦にキュッとこう縦のライン的に反応が出てくるかもしれないです。また前頭葉上部ですねの方で反応がぐーっとこうちょっと違う反応、ぐーっと重たい反応というなんかそこでこうピコ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 なんかこういじられてる感じが出てくるかもしれません。で、鎖骨と首の縦並び十字のところですね。首周辺の十字のところはより並んでいる、よりほどけている、より整列している。人によっては軽い動悸ですね。もともと薄い感じですが、通り抜けていくかもしれません。はい。手放したいものはもうガン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 手放してくださいと。もう思いつくまま。過去の関係性に絡んでるもので引っかかってるもの、いらないものも全部、はい、もういりません。いらない人は、持っていた人は持っていても構わないと思いますけど、いらない人は、はい、手放します。漠然としても構わないんですよ。はっきりしてても構わないんですよ。もうなんとなく引っかかってるもの、はい、どん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 クリーンしてください。鼻の上部左側で引く引く反応出るかもしれないです。で、この時に顎を下げない、顎は上に上げたまま。で、胸が鳩のように開いている状態、縮めない、逆に開いている、背骨が伸びている、頭もまっすぐに上に上がっている。まあ、ライオン様ポーズ、スーパーヒーローポーズを保ってください。特に首のところですね、形が崩れない、まっすぐに伸びて、やや上向きを保ってください。顎の周辺に溜めているものも全部手放してください。我慢とか。人によって感情的なものがハートの周辺からこう上に喉の方に向いて上がってくる感じがするかもしれない。怖いかもしれませんが、もうほどく、もう手放す。人によってはちょっと泣いちゃうかもぐらいの勢いで出てくるかもしれませんが、はい、もう緩める。止めない。もうなんか手が出ていくのを許してあげる。もうほどいて、手放す、許す、ほどく、もう捕まってなくていいです、持ってなくていいです。下腹上部のエネルギー的な状態がより温かい感じに変わっていくかもしれません。
顎の周辺で抱えているものも全部手放してください。顎の下、顎関節の周辺、鎖骨の下で痛みが出てくるかもしれません。鎖骨の横並び、特に喉側でこう抱えているものも全部手放してください。喉の上部ですね、顎の下のところを感じてみて、重たく感じるところ、はい、そこもいらない方は、持っていただければ持ってていいです。いらない方は、はい、もう手放します。どん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 サックアップしてください。ハートの上部、気管支の上の方ですね。のところで、まだ違和感を感じる方は、違和感のあるところ、はい、どん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 緩みます。手放します。ほどけます。開けます。開きます。感情的なエネルギーが上がってくるかもしれませんが、怖がらない。上がってきたら、ほどく、緩める、開く。小さい時のインナーチャイルドの我慢みたいな、我慢ですね、これ、我慢、はい、子供の時に我慢した何か漠然としてるかもしれませんが、はい、それも全部手放す、いらないのであれば。欲しいものが手に入る。願ったものが手に入ります。わがまま的に欲しいものが手に入るのではなくて、自分が満足するものが手に入る、手元に届きます。あれが欲しかった、これが欲しかったというスペシフィックなものではなくて、自分が全そのそれを何かもらった時の満足感、満たされ感が手に入っていますものではなく、嬉しい感とか、喜び感とか、こう、スパーク感とか、そういうものが、こう、その、インナーの自分の子供の時の5、6、7歳ぐらいかな、な感じのところにどん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 届い、落とし込まれます。ハートのところでこう、メッシュとか、ちょっと気持ちザラザラな感じが出てくるかもしれませんが、ほどいてください。気にしない。ハートの周辺がより安定する感じ。で、下半身、胴体、下の部分ですね。より全体的にこう、幹が太くなる感じっていうんですかね。まだ違和感が残っているところがあると思いますが、その部分は手放す。ほどく。子供の時の拗ねてる何か、拗ねてしまった何かですね。漠然としてて構わないと思います。アテンションで、ああいうこと言っちゃったアテンション、気を引いちゃう的なアクションのところですね。自分のことも言ってくださいって、私はもう拗ねちゃいます的な、そういうところのところです。いらない方は手放してください。で、そこにも満足するもの、十分なアテンションっていうか、つながり的なものっていうか、まあ、
人によっては認められるとかに関係するかもしれませんね。へえじゃなくて、ちゃんとこう、なんていうの？受け止められるっていうんですか。相手にされません。知恵、拗ねちゃいます。のところがどんどん綺麗に書き綺麗になります。というな。遊んでくれないなら自分でもう遠くに行っても一人でジムジム遊んじゃいます。というな。そういう世界ですね。いらない方はどん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 手放してください。まだそこにいたい方はいても構わないです。はい。いらない方は手放したらどん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 手放してください。感情が動いていくので、感情的な体験が、でも薄い感じなので、まあ、とにかく手放したい方はどんどん手放しちゃう。体の胴体の縦に、下から上の方にあったかいウェーブのようなものが上がってくる感じがするかもしれないです。これが上がってくるときに感情的にぐっ感情的な反応。ぐーっとなんか、なんとなく泣きたい感じとか、いろいろあるかもしれませんね。ポジティブって言われて、こう、後ろに引っかなっちゃう的なものが上がっているときに、もう手放しちゃう。あと自閉症的な何かですね。自閉症でいたい方は自閉症でいてください。もうそこの自閉症的なビヘイビアとか習性から離れたい方、自由になりたい方は、はい、それも引き上げてください。ハートのところでよりエネルギー的にこう強い感覚、まだハートの中心のところで残ってる感じがする方は、そこをより緩める、開く。で、呼吸をとともにもいらないものもどん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 手放しますと。で、同時に満たされ感とか満足感とか喜びとか充実とか、そういうものがどんどん降りてきます。首の下の方ですね、首筋、左背面側、十字の近くですね、のところをより緩めてください。
こうがっかりした時に首がぐゆっとかぶの、なんていうの、垂れちゃう的なところが、ぐぐぐぐぐっとこう、まっすぐに戻ります的な動きが出てくるかもしれません。でより上半身ですね、胸部、まあ、前が後ろよりも前側の方が強いと思いますが、より立体的にファームになっている、よりこう構築されているというか、ずっしりなっている感じをこうまとまります。全体的にまだまだらな感じだと思いますが、部分的にどんどんまとまります。で縦軸ですね、光のつなぎの剣の縦軸、横のところで、特に首全体ですね。で頭の中心、自分の縦のパイプ、ツルタイプ、もしくはツルギの頭の中心から尾骨のところを縦にガーッとまとまります。強くなります。で横ですね、鎖骨の横のところもまとまります。強くなります。まだハートのところでこうドキ、まあ、軽いドックン、ドックン感が出てくる人いるかもしれませんが、で胸の前に出現させた六角形のウィンドウと6つの三角形ですね、が三角形、ゆっくり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 こう薄くなりますと、光らせておきたい方は光らせても置いても構わないかもしれないですよね。その六角形のウィンドウの部分ですね、六角形のウィンドウの部分は鏡だって言ってるんです。このウィンドウの部分は鏡なんですが、鏡の中は宇宙みたいな、鏡だったら自分が映るはずなんですけど、実はその中は宇宙みたいな、すごくよくわかりませんが、とりあえず鏡だと思ってくださいと、その鏡の中には宇宙がありますと、そういう認識をこう覚えておいてくださいと。とりあえずそれだけみたいですね、今日は。もう時間になっちゃったので。ということで、このまま、まあ、可能な限り崩れないように生活されてくださいということで、また明日。